マジ楽しそうだね、ワッサン。そりゃそうだろう、トリガヤ。なんたって明日はイカルガさんと親睦会を兼ねて海で合宿なんだからな。あれワッサン、これ明日じゃなくて今日だよ。なに。霧なんて夢のような話っすね。そうなのよ、やっぱり懸賞とかまめに応募しておくものよね。主婦っすね。ありがとう、私たちまで誘ってくれて。いいのよ、大勢の方が楽しいもの。よかった、私海初めてで、お友達と海だなんて普通で嬉しいな。あの方も来ちゃってデートなんてことになっちゃったら。甘えてごらんなさいよ。待ちなよ、ちびちゃん。鷲津くんも誘ったんだけど来なかったな。さあ翼様、せっかくの海です。海ならではの修行いたしましょう。お、翼殿も海は初めてでござるか。拙者もでござるよ。黒字クラスマ君、それはちょっと普通じゃないと思うけど。お、これが拙者の普通でござるが。なるほど、鍛えられたいい体だ。剣士としてまさに理想的。どうしたのアンジ。見とれてなど。うるわしきイカルガの姉妹たち、我がプライベートビーチにようこそ。ああしてはしゃいでいられるのも今のうちですわ。水凪兄弟、よいな。死よりもなお無様な敗北を与えるのだ。は、カラスマ与一を冷たく暗い海底へ。侮るなよ。心配ご無用、波に乗った俺たち兄弟は無敵だぜ。お手並み拝見ですわ。くっそー、みんなででかい父しやがって。パッドで対抗してやる。ガゴメならわかるだろう、この気持ち。ないもの同士。私は別に。お子ちゃまのガゴメにはまだわかんねえか。お前も好きな人ができれば。あ、って別に好きな人なんていねえからな。これもふんどしとさして違いはないの？いやいや、これは受賞の恋しさだったとは。どやろー、悪かったな、貧乳で。何のことでござるか。
ク先生。はい。カゴメちゃんはまだ着替え中だと思うけど。ったく相変わらずとろいな。着替えぐらいで何もたもたしてるんだ。まさしくん、さっきからカゴメちゃんのこと気にしてばっかだね。俺はただ、まさしくん、学校でもカゴメちゃんをいじめっ子から守ったりしてるんだ。そっか、ありがとね、まさしくん。別に。早め殿、拙者何も見ておらんでござる。うるせえバカ。そういう問題じゃねえよ。あれがカラスマヨイチか。好きだらけじゃねえか。いつでもやれそうだぜ。不意打ちで仕留めるのはご当主の意向じゃない。流派最高も楽じゃねえな。試してみよう。行け。あやめ殿、機嫌を直すでござるよ。いいからついてくんな、アホ侍。うん、やめとろ。なんでござるか、あの鳥は。なんでござるか。じゃねえだろ。アホ。翼殿。見事です、翼様。どわい。子供たちがいるのに、あなたという人は。違うでござる。鳥が。息吹殿。あなたって人は本当に最低。誤解でござる、トリカ。もうどうしてこんなにエッチなの。かっこいい時はあんなにも。いいですか、与一さん、合宿でその邪悪な精神を叩き直してあげます。さあみんな、泳いで得意よ。大丈夫か、カラスマ。あの鳥は。お、ハンジ殿は気づいておられたか。うむ、襲ってきたように見えたが、単に気性が荒いのか。わからぬでござる。さすがに考え、正攻法は難しいかもしれない。なーに、海かあの洞窟に誘い込みさえすれば俺たちの勝利は揺るがねえさ。さあ翼様、泳いで泳いで泳ぎまくるのです。いやー、普通の海水浴がしたいよ。伊吹先生、こんなに泳げるよ。すごいすごい、伊吹ども。山育ちだからしょうがないか。泳げねえのかよ、カブラ。んだよ、目を下がってろ。貴様こそ下がれ。カラスマは私が助ける。何父で威圧してんだ。私だってな、お前くらいになれば。つか、いくつだお前。16だが、何か問題でも。ダメ、負けた。よくわからんが、まったくしょうがないんだから。伊吹殿。どこ見てるんですか。いやいや、青春っすね。何やってんだ、カゴメ。どうしたの、カゴメ。 T シャツも脱がないで。一緒に泳ぐでござるよ。泳ぐじゃなく溺れるでしょ、与一さんの場合。伊吹殿、泳ぎなら俺が教えてやるからさ。お前さ、そうやって学校の授業も。授業？授業がどうかしたの？こいつ、学校でも水泳はいつも見学してんだ。え？何それ、どういうことか。ごめん、行こうぜ。お前そんな、いつまでもダメダメのままでいいのかよ。ダメじゃないもん。あ、カゴメ、こら、待ちなさい。おい、
まさしくんが泣かした。泣かした上に振られた。お前らな。まさかあの子が学校の授業をサボってるだなんて。私が甘やかしすぎたのかしら。いや、伊吹殿、カゴメ殿はそんな意味もなく怠けたりする方ではござらぬよ。何か理由があるのではござらぬか。伊吹先生、俺がカゴメを連れてくる。俺が言い過ぎたんだ。今の正志殿、立派な男の目をしていたでござるな。ええ、浮き葉神風流の門下生ですから。迷子になっちゃったかも。どうしよう。まさしくん、なんだこの穴は。大丈夫かカゴメ。あ、うん、私はなんとも。いて。ったく本当にドジだな。俺がいねえと危なっかしくてしょうがねえぜ。あの、まさしくん、うん、いいって言うまで目をつぶってて。こうか。もういいよ。なんだこれ、布？さらし？なんでこんなの持ってたんだ？たまたま。それにしてもこれを登るのは無理だな。うん。道は続いてるし行ってみようぜ。待って、その先は一本道だ。まんまと向こうからかかってくれたな。あいつらを餌にカラスマは誘い出せそうだぜ。にゅー、待っててくれイカルガさん。マジ頑張れワッサン。なんか降ってきそうだな。南国の空は変わりやすいっすからね。こんなに戻ってこないなんて、何かあったのかしら。拙者たちも手分けして探すでござる。了解だ。私と翼様はこちらを。うん、頼み申す。奥がこんな洞窟になってるなんて。戻れるかな。これだけ探しても見つからないなんて。どこ行っちゃったんすかね。では今度はあっちを。伊吹と、私が強く言い過ぎちゃったせいです。カゴメは小さい頃から運動が苦手で、あの子自身悩んでいたのかも。私もあいつをほっといて遊んでた。それは僕も普通。皆がそんな暗い顔をしていれば、カゴメ殿は迷惑をかけた自分を責めてしまわれる。ここは笑顔で迎えてあげるでござるよ。侍。カラスマ、向こうに落とし穴のようなものがあり、その先に洞窟のようなもの。あっ、あっ、あっ、すまん、雨で足元が狂い。あの女絶対許され。うわ、あの鳥は先ほどの洞窟の方向だ。行ってみましょう。ごめんね、私のせいで。バカ、なんで泣くんだよ。ちゃんと戻れるって。ごめんなさい。それに謝んなきゃいけねえのは俺の方だっての。悪い、さっきは言い過ぎた。そんなつもりじゃなかったんだ。俺、お前のことをほっとけなくてさ。だったら俺が泳ぎを教えてやる。誰にもバカにされねえように。あの、まさしくん、私、そうじゃなくて。あ、出口だ。
総天流総計術正当水投げ潮まで、お相手捕まってヘイヘイヘイ嵐もせす波乗り男水投げ渦丸観念しな詐欺の宮総計術とは厄介な知ってるのアンジ古来より幾多の海戦にて上陸する兵をことごとく水没させたといわれる幻の闘技です現在じゃニーズなさそうっすね状況は圧倒的優位だが手加減はしない烏丸与一いやー俺たちの想定術骨の髄まで味わいなもう一度海の木図とかせあ与一さん どなたが僕と受け取れ烏丸よいさん浮いたところで格好の的だぜまさしくんさっき駆けつけて私を助けてくれた今度は私が助ける番カゴメカメよいちゃん兄ちゃんあ渡さねえお見事です翼様カゴメ殿に託された木刀を無駄にはせぬ木刀を手にしたところで何ができる渦丸あれをおお潮丸カモングランドスイングうわサギの宮想定術奥義交流突破サムライそんな嘘だろヨイちゃん水とはいえ数十トンの重圧無事では済むまい浮き葉神風流が剣士大海原に消えゆなんだあれは浮き葉神風流剣術七の太刀竜巻ヨイチさんナイスフンドシンスバカな浮き葉神風流剣術三の太刀はやぶさバカなぁカゴメ殿カゴメお前泳げるのかよ剣圧で海水さえ巻き上げるとは烏丸与一侮りがたし島を借り切っての大掛かりな策も水の泡金遣いだけでなく知恵遣いも荒いですわねまあいいたっぷりと撮影させてもらったからなあ戻ってきたまさしくんカゴメちゃん大丈夫だった
カゴメ。お前全然ダメじゃねえよ。見直した。私こそ助けに来てくれてありがとう。ユーユー、ラブラブだね。ば、うるせえよ。まったく心配かけてごめんなさい。それにしても驚いた、カゴメにあんなに勇気があったなんてね。だな。立派だったっす。当然でござるよ。こんな素晴らしい姉上たちを持つカゴメ殿が立派でないはずがない。拙者も助けていただき感謝いたす。さあ、その濡れた T シャツも脱いで。え、あ、それ風邪ひいちゃう。あ、待って、そんなに引っ張ったら。カゴメ、その胸は一体。泳がなかったのは、それを見られるのが恥ずかしかったの？カゴメ！この前は友達ぐらいだったのに！カゴメ殿、結局晒しを巻いて隠したのでござるな。偽らざるありのままの姿で良いと思うのだろう。私も言ったんですけど、やっぱり恥ずかしいみたいで、まさしくんには内緒にって。うん、おなごとは不思議なものでござるな。あのような立派なものをなぜ恥ずかしがるのであろう。あのような。うわ、こら、妹をそんな目で見たら許しませんよ。あっつ、ちょい、武器殿、花火を人に向けてはダメでござる。危ない。だから姉妹の便は終わったって。明日にしな。ところで鳥ヶ谷、お前、前より縮んでねえか。なわけねえって。だよな。ナウマヤングの皆さん、おっはー、与一の父です。池で群抜なキャラで人気ちょべりグーな当番組ももう8話だっちゅーの。毎回バカウケな内容でテレビの前の良い子もウハウハ気分だと思いますが、教育ママゴに叱られないように。さて、次回の主役はワッサン。かつては前回バリバリギザギザハートを鳴らした彼の謎に迫ります。そこんことよろしくって、どんだけー。